この間、デドバイ仲間の誕生日を吊るして祝うっていうのやりましたけどね。ブラックいいな。ですね。室内か。ない。ここも、ここはさっきの、さっき小屋がない。さっきのないですね。練習した会話ないです。何の練習だったんだ。ただでも、インコース、インコースですよね。あ、そうです。そうですね。はい。なるべくインコースを。ここ一人用ありましたよね。あ、ありますね。二つありますね。ここは一人用。いや、すごいですね。カノさんもう、めちゃくちゃ覚えてますね。そうそう。ちょっとずつ覚えてきたんです。素晴らしいです。いやなんか、怖いな。キラーなんだろう。全然わかんない。いや、自分もわかんないです。ん？え？なんだそれ。誰だ？ゆっくりしようっと。ああ、うわあ、強いな。いると思った。いや、なんか運良かったっす、このマップ。うん。いや、もう今見えた瞬間に、あれそうかなと思ったらそうだった。これはあそこの判断力だな。このキラーは特に周りを気にした方がいいですね。いや、今一回見えて、そうなのかなって言って、もう一回見たら、いや、そうだと思ったら、遅かった。はい。いやー、これは、厳しくなりますね。ゴースト、でしたっけ？あ、そうですね。はい、ゴーストフェイス。見てたら速くなるやつですよね。あ、じゃないです、ね。速くなるっていうか、見てると、生存者を。戦力疾走！一撃でダウンさせることができるようになるキラーです。あ、だから見てたのか。うん、そうです。あの、見てんのめっちゃ怖いんだよな。怖い。あ、見てる。一回でも逆に。いや、今の見えてたでしょ、もう。見てるんだよなって言ってましたもん。見てると思って、違うかなっていう希望的観測が入っちゃったんだよな。そうなんですよね。いやー、こういう反応だ。やばい。相手には猫とかがいいんですよね。そうっすよね。あと、さっきの加納さんが回した発電機とかって結構ゴーストフェイスだったら狙われやすいんで。ああ、ああいう密室で。もう逃げ場所ないですもんね。まあ、そうですね。うんうんうん。行こう。怖え。助けまーす。あ、助けます。言わない。戻りますよ、じゃあ。僕は。いや、助けないでーす。あ、じゃあ戻ります。今のうち発電機回しといてください。怖かったな、しかし。いやちょっと。ちょっと、見すぎじゃないか。いや、凝縮んでしょ。あ、で、このキラーの場合、こういうところで、あれ？どこ行った？あのさん、はい、あ、なんかこういう、見通しいいところで逆に直した方がいい。あー、倒さない。この位置だとこっち見れるし、こっちも見れるし、で、確かに。うん、来た時に。俺さ、エコちゃん、毎週やってたらめちゃくちゃ上手くなるね。めっちゃ上手くなる。あのね、前もちょっとこの番組で言ったんですけど、分かってることでもやっぱこの方たちに言われると重みが違う。確かに。いやー、そんなことないですよ。いや、本当に本当に。あ、やっぱそうでよかったんだなって思いますね。いや、ありがたいっすね。ありがたいっすね。いや、本当っすよ。誰ですか、釣られたの。あ、釣られたの僕ですよ。大丈夫。あれは静かに聞きました。いや、ゴーストも釣られる人も静かだなーって。静かにやって静かに死んでました。彼は大丈夫です、きっと。どこにいる？引き、え、え、マジですか？来てる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 ！見てる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 ！行くぞ、ムくん。それナイスナイスナイス。ありがとうございます。ナイスヘルプ。間に合わない。いや、助けた。助けた後に名前言うのやめてください。
ちょっとやばいのつけてます。あーこれやばい。やばい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 。いや大丈夫です。問題ないです。全然壊したりしなくて大丈夫です。栄光さん品川さん、はいはい、貪られる希望という恐ろしいとはい、やつが発動してます。貪られる希望はですね。あれ？シンクロした。今は睨まれたからワンパンになってるんじゃなくて、はい、今もう完全にずっとワンパンなんですよ。やばい。トーテムを壊さないと。トーテム。ええ。トーテム。トーテム。トーテム。びっくりした。トーテムすごくわかりにくいんで。ん？はい。いるな？今の反応。怖いな。でも飽きたな。トーテム探して。早く救助に来た方がいいんじゃない？いや、いや、すごく嫌そう。いや、これ絶対あの、ね、信用消してるんで彼は。ええ、いや、見てると思ったらカラス。あ、でも、お、何ですか。ありがとうございます。ああ、カラスじゃない。やられた。いや、くそ。遅く、いや、お、遅くございました。ありがとうございます。どうも、カノです。初対面の方カノさんに自己紹介されるなかなかないの助けたら名前を言う見た目でめちゃくちゃわかりますカノさんはい、正直不利な服着てるんですけどそれはもう絶対それで行くんですよね。これちょっと気に入っちゃってるんですよねこの白いの多分衣装の中でも一番派手かもしれないぐらいやつです。マジ？うん、そうなんですよ。その白って本当に見やすいんで。派手好きなんだよね。ちょっとそっち気をつけてください。はい。もう戻ってきた方がいい。そうですか？あ、猫つけてますね。さては。いやつけてないです。なんで小声だっす。ありがとうございます。いやこれそろそろあれですよ。あ、うん、品川さん危ないかもしれない。はい。危ないかもしれないですこれ。いやなんでみんな猫つけてない？いや、これちょっと一応。あ、シロさん後ろ。これあやっぱり。お疲れ様です。ありがとうございます。記念写真撮ってる。記念写真撮ってます今。メメントしてるメメントしてる。メメントだ。壊した方がね。希望のトークンが溜まっていくと。サバイバーをすぐに殺害することができるんですよね。うん。だからこれはメメント持ってきているんじゃなくて、むさぼられる希望の効果で、パークの効果でメメントします。なるほどね。これまたすごい初歩的なことを聞いていいですか？はい。はい。これって、このステージの時って、都会の逃走術意味ないですよね。いや、そんなことはないですよ。都会の逃走術は結構。あ、本当ですか。特会の逃走術多用してますよ僕。どうしました？何か。嘘だ。何かどうしました？何かあります。あとはよろしくお願いします。メメントだ。品川さん、直しましょう。品川さんの。いや俺。俺と栄子ちゃん。やばい。逃げ切りましょうここは。やるぞ。ないんだよな。いや、ちょっと待って、どこにあんの？あれ、品川さん今一瞬映りましたよ、記念写真中に。今いましたよね、今。あれ？いや、でも、加納さんこっそり直してるからな、こういう時。探しましょうって言って。いや、発電機どこマジで？やってんな。やってるな、これ。いや、ないっすよ、ほんとに。うん。いや、ここね、発電機見つかりにくいっすからね。まあそうですね、あと呪いのトーテムとかも見つけにくいから、うん、呪いのトーテムは壊したんですよ。あ、いや、でも壊れてない、まだ生きてる。あ、そうですか。はい。なんでそんなちょっと嘘つくんですか。シャーザー、発電機あります？ない。俺いるよかった。降りて、ああこれはきつい。チェイスしてんのね、こうちゃん。はい。あ、一発だ、一発だ、一発です。一発だ。じゃあ、あと、あと、あと、よし。8、8、8、8、おめでとうございます。
やばい、やばい、おめめです。ハッチやられた。あとハッチが出るんで何も見えない。ちょうど壁で何も見えない。配慮してる。死体があった、死体が、死体があったら何だって死体。あ、誰かがメメントされた死体ですね。品川さん頼みます、マジで。ハッチ、ハッチ聞いてみましょう。ハッチ、お音聞いてください。音なんか風切る音聞こえるんで。はい、全然ダメだよ。メメント。うわ。いやー。やめて、取らないで、取らないで、取らないで。いい写真撮れましたね。惜しい。いやーめっちゃやっぱ惜しかったっすね。あと1台。そうっすね。トーテムなんですけど、はい、真っ白なトーテムは呪いのトーテムじゃなくて土トーテム、ね、赤く燃えてるやつですね。そうですね、そうですが2個あんすよね。1個だけです。そうですね、貪られる希望の1つ、はい、なるほど。あれを壊せば向こうのワンパンがなくなるんですね。なくなりますね、はい、そうです。全然チェイスどころの騒ぎじゃないの。もう見つかったら瞬殺だな。次次